皆さんこんにちは、武田塾の高田です。今回はこちら、入門英文問題成功の手元解説動画撮っていきたいなと思います。この本ね、武田塾チャンネルでたびたびおすすめしてる本なんですけど、中身マジでいいです。今回手元解説動画と言いつつ、参考書の中身紹介、これ見たらみんなやりたくなるんじゃないの、そういうね意味を込めながらちょっと話していきたいなと思います。英文解釈の参考書になるんで、英文解釈を鍛えていきたい高1高2生、できれば最初に肘の読解のための英文法必修編をやった後にやると効果抜群な本になってますんで、じゃあ一緒にちょっと中身見てみましょうか。まずね、本のね構成が面白いんですよ。別冊がね、これ問題になってます。これ後で使います。まずですね、英文法の基本講義というところから始まります。講義動画リストっていうのがあって、名詞、動詞、形容詞、副詞、主語、動詞と文型、目的語、保護、前置詞、足す名詞、句と説とかね、いろいろあるんですよ。こんだけ品詞について1ページこう詳しくこうね書いてあります。名詞、動詞、形容詞、副詞とかね、そんな感じで、あと句と説とかね、この辺苦手な子多いんじゃないですか。そう、句と説の働きとかね、こんな感じで結構英語のめっちゃ基礎から話してくれてる本になります。 QR コードがあって、それ読み取ったら竹岡先生の講義が見れるっていうねところもあるので、そこもおすすめですね。本題はこの72個の英文についてです。さあ早速やってみましょうか。1番からいきましょう。こうやってね、英文が載ってますと、ここに指示が書いてあるんで、この指示チェックしてみてください。英文の主語と動詞を見つけながら日本語にしましょう。さあ早速チャレンジ。まずは皆さん、思い思い自分なりにやってみてください。With more and more disposable。 ちょっとごめんなさい、僕発音悪くて。 Packaged goods。 分かんない単語とかはね、これ1枚めくったらこうやってこの単語のねものが書いてあるので、あ、disposable、 処分可能な、この辺もちょっと見ながら、 more and more disposable、 処分可能な Packaged goods。 とりあえずちょっと自分なりに訳してみました。 More and more disposable package goods The average household volume of garbage skyrocket。 本当は SVOC も書き込んだ方がいいですね。ここが副詞の塊で、 The average household volume of garbage が S で、 skyrocketed が V。 解説のページを見ていきますと、構文とか、まあさっきの感じで大体合ってるかな、 S で V で、まあこういう構文の確認と回答例、使い捨ての包装された、使い捨てのか、あ、処分可能な、あ、なるほどね、使い捨てのって訳したっけ、包装された商品が増えるとともに平均的な世帯のゴミの量が急増した、訳的にはほぼ合ってるでしょう。これ間違えてたらもう一回やり直しをしてください。こっからこの本解説がすごいんですと。どういうことかっていうと、1,2,3,4 っていう風にこうクエスチョン形式になってて、その答えがこうね説明で書いてあるんですよ。例えば文の主語はどれ、ね、前置詞で始まる句、意味の塊は副詞句または形容詞句の働きをします。ですからこの文の主語は with の後の名詞 goods ではありません。さらにその後ろの方にあるだろうと予測できます。繰り返し言いますが、 with ほにゃらら goods は副詞の働きです。文頭の前置詞プラス名詞は副詞句と覚えておきましょう。なお with は何々と一緒に何々とともにが基本的な意味ですが、日本語にする場合には必ずしもそのような訳にはなりません。訳は後半を見てから考えることにします。文の主語はどれっていうのをね、ちょっとこう見抜く方法がね分かりやすく書いてある。でこの辺説明できるようになると強いですよね。でなぜコンマが必要、一般に形容詞、形容詞、名詞の場合はコンマはつきません。トラディショナルジャパニーズビルディング、伝統的な日本の建築物。ところが2つの形容詞が似たような意味の場合には形容詞と形容詞の間にコンマが打たれることがあります。 Accurate reliable information、 正確で信頼できる情報。もちろん似たような意味かどうかはその文の筆者が判断します。本文では disposable、 使い捨てのとパッケージド、構造されたが似た意味であると筆者が判断したということで、使い捨てることができるという点で共通しますね。細かいですよね、これとこれがコンマでつながれてるのはみたいなねところもこう詳しく説明してくれてる。文の主語はガーベージ。 The average household volume of garbage skyrocketed。 これねちょっと初めて見る単語です。急増するね、見てみましょう。述語動詞の前にあるからといってガーベージが主語ではありません。前置詞オブに注目です。オブガーベージは The average household volume を修飾する形容詞の働きです。 The average household volume of garbage 全体で一つの意味をの塊として捉えます。前置詞のついた名詞は主語にならないというルールは例外があります。なお主語を探すもう一つの見方として、主語を把握するということみたいな感じで、大事なポイントについて一回疑問を投げかけて解説、疑問を投げかけて解説
っていう風にしてあるんで、これをちょっと説明できるようにしていけば最強なん分かります？文の主語はどれ？この文の主語は The average household's volume of garbage、 これが主語の塊。なぜかっていうと、文頭の with プラス名詞はこれは副詞の塊になるからってことが書いてありました。文頭の前置詞プラス名詞は副詞の塊、なぜコンマが必要？全然別の言葉だったら続けても大丈夫、でも似てると筆者が判断した場合、形容詞、形容詞、名詞は形容詞と形容詞の間にコンマがつくっていうのが書いてありました。みたいな感じで、この説明した内容を隠して言う練習をしていけば、初見の文章を読み取る能力がめっちゃ向上します。 SVOC 振りとか訳とかがずれてたら、もう一回解き直しをしっかりしてください。そんな感じで、この参考書で英文解釈力を君もアップだ。今回の動画は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、焦ってる受験生も、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。